あれから12年、羽生結弦の歩みが復興の力になると信じて、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。羽生結弦3.11を忘れない、4フィギュアスケート男子で五輪に連覇しプロとして活動する波乳血源320。 8月11日球場積水ハイムスーパーアリーナで開催中の羽生結弦のテイスタラタ2日目公演を行った東日本大震災からちょうど12年の午後2時46分は日上で黙とうし涙したまわれではなぜここの氷にたくさん手をついていたかそして手をついて上に気持ちを上げていたか球場県民として説明させてくださいと切り出し 震災時にイタイアン所だった特別な場所で演技をすることへの戸惑いをとろ。それでも僕が生きて今日という日を皆さんの前でこの会場で迎えることができたのは少しでも意味のあることだったのかなと自分を肯定できます。と必死に前を向いた。そして今日ある命は明日もあるとは限りません。今日の今の幸せは明日もあるとは限りません。 そうやって自信は起きました。だからみんな真剣に今ある命を今の時間を幸せに生きてくださいと語りかけた。五輪に連覇の偉業を成し遂げても自らの歩む道が復興の力になると信じていた。震災からちょうど10年の節目の21年3月11日には震災を忘れないでほしいという声も忘れたいと思う人も いろんな人がいると思います。僕は忘れたくないですけれど、前を向いて歩いて走ってきた、とし、あの日がなかったら、とは思わないようになりました。それだけ、今までいろんなことを経験して積み上げてこられた、とコメントした。重圧に押しつぶされそうになっても、なんとか踏ん張れたのも自らの期待があったから。 夢の大技四回転半ば成功を目指した22年北京五輪までの4年間は自身と深く向き合う日々。度重なる負傷だけではなく、突然涙が流れた時も、食事が喉を通らなかった時もあった。僕だけのジャンプじゃない。皆さんが僕にしかできないって言ってくださるのであれば、全うするのが僕の使命。新年を貫き、三度目の五輪舞台にも挑んだ。 悩み、苦しみ、それでも前に進む。羽生さんの真っ直ぐな生き様に、被災地の人々やファンは自分の人生を重ねる。僕がこれまで努力してきたことが応援してくださる方々に評価していただいたり見てもらえたりそこで何かを感じていただけたり。そんなことが僕は本当に幸せ。プロスケーターとなっても、その思いは変わらない。イコール終わりイコール。 羽入決言プロフィール宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平小オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。